バナナボートおもろすぎるやろこれ。イエーイ。はやはや。はいどうもゆうちゃんパパでございます。今回は淡路島を満喫いたします。さあまずはね神戸からねかかっております明石海峡大橋のね記念の石で記念撮影を行っております。景色いいね。何しようね。さ有名なね淡路島のサービスエリアでこの観覧車には乗らずにお昼を食べていきます。ここねめっちゃ広いんですよね。逆側にもあってねどっちも行けるんですけどね、めっちゃ広いねこう店内とかねサービスエリアでございまして人もめっちゃ多いですね、まあ、ここのねロイヤルってところでランチ食べていきましょう。生しらすとね釜揚げしらすの比べ丼っていうのがあったんで、食べていった。これほっぺたちぎれるぐらいうまかって。さあ混ぜ混ぜして、さあ海辺にありますシェフガーデン淡路っていうところにね、到着いたしまして、ここでねいろんな料理がね、まあ、一品料理とかね、ファーストフード的な感じのところもあったりとか、こんなね映えスポットもあったりとかしてるんで、そこでちょっとね軽食を食べていこうかなと思います。いろんな店舗がね並んでるんですよね、まあ、カレーとかね、結構いっぱいあるんですよね。いいっすよねこれね。たこ焼きもあるし淡路牛もあるしホットドッグもあります。でこの海鮮丼に今回はしましょうかね。うまそうやねこれ。さあ店内に入らせてもらって、中ね冷房効いてるんですよね。お支払いは現金のみでございます。で海を並べながらね食べる食事がねこれうまいんよこれ。私はね秒で完食してね黄昏とるんですけどね、景色がいいですね。焼きそばも追加注文しました。さあここでチアの練習ほっとりや。さあもう一回いくでい。テントラタッティッティー、上手。続いてハローキティミュージアムの中良かったっすよね。なんちゅう景色がいいところや。屋上から眺めるね淡路島の景色は素晴らしいっすよこれね。ここでね記念撮影もできますね。上から見るとキティちゃんが見えますね。若干ちょっと天気がね微妙なんですけどね。お土産コーナーも品揃えが豊富でございます。希少品がめっちゃあるみたいなんですけどね。キティちゃん好きな方はねぜひ行ってみてください。次はね高級芋菓子清水さんでお菓子ね芋菓子をね、買っていこうかなと思います。メニューも結構多いですよね。めっちゃ美味しいんですよねここね。めっちゃ並んでるしほんで、店内はね冷房効いてて涼しいですよ。こんな感じのラインナップでございます。うまそうやねこれ。メニューはこんな感じですね。カップパフェと、このねクリームソーダがうまいんよね。ブルーハワイみたいなやつゲットだぜ。なんかめっちゃうまそうやなこれ。で商品を買うとこの映えスポットで撮影ができます。むしろ買わないと撮影できません。いやいいっすブランコとかあってね、この海からねこう見える ねこんなねなんかハートのところで何しとんねこれほんま。何をしてんねん言うてね。
この淡路ってロゴもね、めっちゃ映えスポットなんで記念撮影ぜひおすすめでございます。なんか車も乗させてもらってね、店内でね食べることもできます。めっちゃ涼しいですよ。で車がここにあります。さあお芋さんでございます。お芋パフェ、取り方下手くそやなゆうちゃんパパさあ本日ね泊まるところはあの CM で有名なねホテルニューアワジでございます。ホテルニューアワジってね、ロビーや待合室も広くてねめっちゃ開放感あるんですよね。ホテルの中にねプールがありましてね、ゆうちゃんが一人で泳いでます。ほぼ貸し切りでございますね。座るとこもあってね結構いい感じなんですよね。さあパパも参戦して何をしとんねん、でんぐり返し何をしとんねん言うてもさあいや全然掘り投げれてへんやん、全然やパワーないなゆうちゃんパパ。さあ緊急平泳ぎ対決、こるやこるやそるやどうやそるやよいしょよしゃよしゃよしゃどう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 パパよしゃパパだかきナイトプールもめっちゃいい感じですね。ライトアップがね素晴らしいですね。綺麗な感じの夜のプールでございます。さあいよいよディナーの会場へ、夜ご飯を食べましょう。ニューアワジ自慢のねコース料理を堪能していきましょう。座席に案内していただきまして、さあこの席でございます。いいね、いろいろ準備しておりますよ。メニュー内容でございます。めっちゃ料理数がね多いんですよね。いい感じですね。もうよだれ出るわこれ、うまそう。料理長とシェフの名前を書いております。晩酌は梅酒でいただきます。うまいよこれな梅酒が。ケーピー前菜4種盛りでございます。うまそうやな、これ肉とお野菜と。作りの盛り合わせがうまいよこれ。ウニ乗ってるしプリプリの新鮮なんですよね。これわさびをねかき混ぜて、混ぜておるこの野郎てめえこの野郎とか言うて、さあいただきますよ。これうまいよこれね。こぼすなよ。魚のポワレ、これも美味しいですね。淡路島玉ねぎの鍋すきでございます。この玉ねぎをねさっき入れてこうしましてね、だしとのコラボレーションがたまらんよねこれ。これもめっちゃうまいしねこれ。それげい、このお魚をねトントントンと、しゃぶしゃぶ的な感じで食べていきます。おい、いい感じ。うどんも忘れずにね、
これもまたうまいよ。それゲイダイブ。メインの淡路牛のローストビーフでございます。これめっちゃうまかったな。一番うまかったもんな、これ。とろけたもんね。さあ、これソースつけてね。めっちゃもう入れた瞬間、口の中に入れた瞬間とろけます。実はこのご飯もめっちゃうまいんですよね。淡路島産のね、絹光というね、銀シャリでございます。めちゃくちゃうまいんでね、もうおかわり2杯ぐらいしちゃったからね、これね。お味噌汁もうまいよ。さあ、デザートも一級品でございます。さあ、クリームとね、これ桃のねムースみたいな形になっておりますね。お酒のバーカウンターもあって、すごいおしゃれな店内でございます。さあ、1日目終了でございます。さあ、めっちゃ楽しかったな。いろんなことがありすぎたな。この調子でね、2日目もね、いっぱい楽しんでいきましょう。さあ、朝食からご覧くださいませ。どうぞ。夕食と違ってね、朝食はビュッフェスタイルでございます。種類がね、めちゃくちゃ豊富なんですよね。少ないねホテルとかも結構多いんですけどね、一つ一つが結構こだわってて、味も一つ一つしっかり美味しいんですよね。個人的にはね、この手作りのオムレツがいっちゃうまかったですね。めちゃくちゃうまかった。ほんまにうまかった。もう手際よくめっちゃ焼いてくれてます。めっちゃ取ってきたんで、さあ、いっぱい食べまくったんね。ほんまに景色見ながらの朝食はほんまうまかったな。そしてニューアージュ自慢のね、空テラスというところで、鳴門海峡が見えるこのテラスをね、堪能しましょう。綺麗やな。何を二人で黄昏とんねや。パパもいねんかい。パパも何をしとんねん言うてんねん。記念撮影イエーイ。パパも撮らせてくれよ。鳴門海峡ほんま素晴らしい、めっちゃいいホテルでございました。ホテルニューアージュありがとう。さあ、渦の丘大鳴門峡記念館ね、ここめっちゃ人気みたいでね、入るのにね、めちゃくちゃ並んでたんですよね。駐車場から激並びでございます。めっちゃ混んでますしね、入場制限かかってるんですよね。ここも映えスポットがめっちゃあります。渦潮科学館、滑り台がなんかあったんで、初六のゆうちゃんが何を滑ってる、これお子ちゃまやで。普通かい。このアジ市場のね、ラインナップがほんま素晴らしい。全部欲しいぐらいやったもんね。ドレッシングもあるし、さ、 UFO キャッチャーならぬ玉ねぎキャッチャーにゆうちゃんがチャレンジします。そうそう、そこか、合ってるか。ほん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 、これ結構めっちゃ難しい、めっちゃ難しい。微調整して、あ、そこか、そこ、よっしゃ、ここや、君に決めた。ちょっとなしてや、それほんま。
たくそ。失敗しても玉ねぎはもらえますんで、ゲットゲット、玉ねぎゲット。さあ展望台、うん、100景に選ばれてます。車見える？ほんまええ景色やな。天気良くてよかったな。鳴門海峡丸見えでございます。こんなところでもね、シャッター取れるね、玉ねぎ持って、なしょ、何かぶってね。全然におてへんで。さあここでくじ引き、1等が出ると一番上のでっかいやつ、4等やと一番下のちっちゃいやつでございます。さあ何等が出ましたか、ゆうちゃんは。安定の4等でございます。4等。1等入ってるのかこれ。さあ続いてバナナボートを乗りに行きましょう。これやな。受付はこちらでございます。いろいろあるんですけどね、バナナボート以外にね。こんな感じでやるのは今回はバナナボートございます。さあめっちゃ怖そうやけど楽しいと思うんで、さあ乗っていくで。さあ気をつけてね。あ、すごいすごい。おーすげえすげえ。おーすげえ。おーすげえすげえ。やっほー。見える？おお、はいはいはい、おお、すごいすごい。ちょっと待って。すげえすげえ。いえ、こっち見て。いえ。いえ。ああ。楽しいな。無理や、パパ無理や。早い早い早い。体が重たいな。体が重た。ちょっとだけ海水浴を楽しみます。淡路島の海めっちゃ綺麗なんでね、天気も良くて素晴らしい。さあ続いて有名な幸せのパンケーキをね食べに行きましょう。幸せのパンケーキめっちゃ並んでるけどね。さすが有名どころですね、幸せのパンケーキ。さあやっと順番が来まして、メニューがねめっちゃ豊富なんですよ。どれにしようかめっちゃ迷うやな、これ全部うまそうやしな。窓から見える景色も素晴らしい。そらパンケーキもうまいけど、この景色見ながらやったらそらもっとうまなるわな。さあ幸せのパンケーキ届きましたよ。めっちゃうまそう。さあパパはバナナでございます。サザエでございます。チョコバナナなのでパパはチョコレートをたっぷりたっ
ぷりかけております。かけすぎちゃうかこれ、めっちゃかける。実はここにも映えスポットがたくさんあるんですよね。鳴らしてみて。さ、鐘を鳴らしてください。必死やな。足開けすぎや。いいよ。オッケいやー、2日間ほんま楽しかったですね。淡路島旅行、いろんなねスポットがねたくさんありすぎてね、全部回りきれなかったんですけどもね、次もねまた同じところにね行きたくなるようなスポットばかりでございました。本当に楽しかったですよ。この動画でね淡路島いいなと思った方はですね、ぜひね淡路島の方へね足を運んでみていただければなと思っております。ほんま楽しいですよ。淡路島最高。はい、今回の動画は以上でございます。皆様もねぜひ淡路島の方へ、行ってみてください。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 X のフォロー、 TikTok のフォローよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。バイバーイ。楽しかったよー。